こんにちは、今日 Amazon から届きましたこのシャープの電子ノート WGN10 です。10なのかな10なのかな、はい、これまだ開けてないですけど、これの中身をちょっと紹介していきたいと思います。お、硬いですね。よいしょ。じゃじゃーん。よいしょ。はい。中こんな感じになってますね。これは何が入ってるんでしょうか。よいしょ。USB ケーブルですね。これはあのパソコンと連結するときに使うやつです。それと、これはスタイラスペン。はい。こちら本体ですね。と説明書が入ってます。それとこれは何でしょう。これ保証せ取説。取説2つ入ってますね。こっちの方がいろいろ本体の名称だとか、まあ注意事項、はい、それからまあリセットの仕方だとか、充電をする時だとか、まあそういう説明書が入ってます。それからもう一つはこれはですね、例えばホーム画面でできることだとか、ノートを作成するだとか、ちょっとした、まあ、使い方のインストラクションですね、まあ、クイックリファレンスみたいなもんですかね。そういうのが1枚入ってます。はい。でいよいよこれ本体ですけども、じゃーん。専用カバーの取り付け方入ってます。専用カバーに取り付けられているので、本体矢印の方向に水平にスライドさせてくださいということで、スタイラスここに挿してくださいということです。はい。まあノートブックみたいな形になってまして、カバーがあって、こんな風になってます。はい。で、ここのペラペラのところに、このスタイラスを刺すみたいですね。ちょっとスタイラス出してみましょうか。ここに、このペンを、スタイラスをピッと刺すということで、こんな感じになってます。今画面にはですね、これ保護フィルムかな、このフレームのところはですね、今保護フィルムが貼られてますね。で、まあ使用するときこれペロペロペロと剥がして使うということです。ちょっとこのカバーから本体外してみますね。と、カバーから本体を外すと、本体こんな感じになってます。これが表面、それから裏面です。裏面はカバーを刺すところがこういう、わかります？こういうクリップみたいになってるんですね。クリップみたいな。そこにこうカバーの内側の、よいしょ、ここのポケットのところにこれを挟み込むというような感じですね。はい。一応これですね、定格が DC5V、定格消費電力は 2.5W。電池はリサイクルできてリチウムイオン電池ということになってます。はい。上は特に何にもありません。横もボタン類は一切ありません。と後ろの方もありません。で、そこですね、そこの方にここに USB と、これが電源ボタンになります。
で、このちっちゃいやつは、多分これスタイラスでプチッと押すリセットボタンだと思います。はい、ということで、ちょっと電源入るかどうかわからないんですけど、ちょっと入れてみましょうか。あ、来ましたね。タッチ見えます？タッチパネルの調整ということで、よいしょ。まあ、詳細はまた別途違う、画像を上げますけども、スタイラスでプチプチと、これはタップの位置を調整して、よいしょ、何回か聞いてきますね。はい、次に日時の設定という画面が来ます。年号 1月の今日は19日ということで、まあ後でもこれ設定でできますんで、設定と。で、設定できるとこういう、まあ、画面になります。ちょっと映り込んでて見にくいかもしれません。サンプルのノートがあって、ここの下に分かります？メニューがいろいろあります。左から、これはパソコンとの連結するためのまあ USB つないでのアイコン、それから新しくノートを作成するとき、それからこれが日付で検索できる、それからこれが分類で検索できると、それから設定ですね。これいろいろ自分で、例えば、なんとか会議だとか、なんとかイベントだとか、そういった分類、あるいはメモ、なんとかかんとか、例えばチェックリストだとか、そういうのを、まあ、ノートだとかメモとかっていうのを自分で作成して、それに、まあ、分類という形でタグをつけることによって、ここにいろいろノートのアイコンが増えていって、それを、まあ、タップすることで、あ、このノート、この時はこのノート、この時はこのメモみたいな形で、まあ、書庫みたいに使えるわけですよ。で、なんで私これを買ったかというとですね、これ一応、まあ、シャープのサイトを 見ていくとですね、これ1000ページ分ということなんですけど、今まではですね、私ちょっとしたメモとかそういったことをポメラをですね、ポメラで、テキストをこう叩いてですね、管理なんかしてたんですけども、これの利点は唯一、フリーでですね、なんか図形とか絵だとかスケッチだとかそういうのもメモできるということで非常に便利だなと思いました。で、じゃあ従来はそういった画像とかそういうのはどうしてたかというと、例えば、まあ、今でこそスマホでそういった手書きのメモ帳みたいなものアプリありますけども、それまではどうしてたかというと、例えば Palm だとか Windows C のいわゆるまあ従来の PDA の、フリーメモみたいなものを使ってたりした時代がありました。なので、こういったノート機能と、含めて、まあ、画像とかそういうのも一緒に書けると。でなおかつ PC と連携取ってそれを画像で PC へ送れると、ということで、なんか使い勝手いいんじゃないかなと思ってちょっと買ってみました。中身のですね細かいことは、また追ってですね、画像をアップしたいと思います。今日はとりあえずアンボックスという形でこんなの届きましたという紹介です。それではまた。